藤波、またキシャリ。タイブレークに突入した延長10回に出番が巡ってきた。虫二塁からのスタートで先頭のエスコバーを中飛に仕留めた。一死三塁となったが、続くキャベジを161キロの速球を連発して2球で追い込むと、最後も160キロで空振りの三振に切り取った。最後はシャヌエルをスプリットで連続三振に仕留めた。ついに2セーブ目を挙げました。ウォー、クローザー藤波、神リリーフや藤波、これは大谷のライバル、お前が日本のエースや、パーフェクト富士最高や、クローザー藤波、タイブレーク無失点はすごい、こういうのでいいんだよ、これはチャンピオンリング不可避、かっけやー。藤波英語わかってんのか、来季の契約どこやろな、見てるか大谷、これがチームを勝たせるってことや、やっぱメンタルず抜けてんなこいつ、おいおいおい、見ない間にクローザーになっとるやないかい、盛り上がりえぐくてくさ、今の藤波って防御率詐欺やろ、藤波が向こうのキャッチャーとニコニコで抱き合ってるのなんか嬉しい、これはプレーオフ欠かせないピッチャーやろ、これがあるから富士はやめられない。ご視聴ありがとうございました。